皆さんこんばんは。誘拐事件の犯人、サルモールの連中を始末しに来ました。いますね。この工場用バリスタでやっちゃいましょうか。DOF をかけると、綺麗なのはいいんですが、遠距離がぼやけて、狙撃がとてもしにくいです。パソコン版ダークソウルもやったことあるんですけど、あれの DOF モッドも、狙撃がかなり困難になりましたね。淡々と狙撃するだけなので、米返ししながらしますね。カンラさんもフォロワーになるんですかね？可能なら、ぜひ一緒に旅したいですけどねー。カンラさん、かわいいですよね。何のことを言ってるのか、わからない方も、もちろんいると思うので。ここ終わったら、ちょっとカンラさんに会ってきますかね。あれが猿のリーダーかな？お前の罪を数えろー。雑な地図だなぁ。あとは気候の地図よりはマシだけどさぁ。じゃあ地図返してきますかね。この建物が、カンカラ屋さんです。また会えて嬉しいぞ、友よ。船の中にエルフはいたか。地図取り返してきたよ。その顔を見れば、お前が命がけでこの地図を届けてくれたことがわかる。感謝の念に耐えんよ。本当にありがとう、勇気あるものよ。お前に、コールの友の称号と、スタルリムを鋳造する秘術を授けよう。私の火事場にスタルリムを持ってくれば、私の道具を使って好きな武器を作ることができる。スコールの友よ、次に会う時まで狩りの成功と豊作を祈っているぞ。称号はともかく、武器作れるのはいいね。早速見てみようかな。バルドールを探しに行ってくれたとディオから聞いた。とても勇敢な行いであり、まさしく私が必要としている種類のものだ。何か頼みたいの？はっきり言えばいいのに。その通り、その通り。報酬は出るからな。詳しく説明しよう。歴史学者としてはソルスセイムは昔から興味深い場所だった。島に点在する古代の遺跡を何度も探索したよ。遺跡に慣れ親しんでいるもので、記憶だけで地図を書いてやれるぐらいだ。なので、新しい通路があるのは一目で気づいたよ。新しい通路？どこのこと？古い墳墓だと思う。レッドマウンテンの噴火に伴った地震によって開いたものだろう。古
詳しく調べてみたいのだが、古い遺跡には危険が伴うし、私は冒険者ではない。護衛してくれれば報酬を払おう。もうじき現場に戻る。興味があるなら遺跡で落ち合って何が見つかるか探してみよう。これから探索用の荷物をまとめてくる。気が早いなぁ。その前に何が作れるようになったのか見てみますね。このインフェルの武器はモッドの武器ですね。海賊のお宝のデスブランドシリーズの劣化版という感じですかね。母はスコールだったけれど村を去り、私はスカイリムで生まれた。ちょっと発掘現場を見てきますね。こんにちは。ああ、お前か。調子はどう？まずい状況だ。ほんの少し掘り進んだところでドラウグルが目覚めてしまった。鉱山労働者たちは一瞬で皆殺しにされ、私も殺されるところだった。他に生存者がいるとは思えない。人件費をケチった報いだな。またドラウグルか。まあお前がドラウグルを始末してくれなきゃ、今回のちょっとした冒険物語は打ち切りだな。いずれにせよ打ち切りか。あそこにドラウグルが現れる前から行き詰まっていたからな。ただ何か見落としている気がする。何かはわからないが、次回作にご期待する前にやれることやりますか。おお、頑張って掘ったねー。着替えました。これは元は黒弾の鎧です。以前のデイドラの鎧と同じくリプレイスというやつですね。早速いた。うん、なんかこの弾おかしい。アエタちゃん、意外にちゃんと喋るんですよね。もともとフォロワーとして作られてはいないはずなんですけどね。またちょっと米返しますね。カウンターなどでは椅子に乗らないと NPC に下げ合わないんですよ。間違って飾ってある商品を取っちゃって、盗っと扱いされたり。おぶりの頃からそうですけど、盗難扱いになるなら、置かないでほしいです。サモンベアーズ、マウント&フォロワーズを入れれば、乗れるクマさんを召喚できるみたいですね。まあクマさんは、動画でご覧の通り、目の前で寝たり、通路を塞いだりで、撮影時には結構困りました。パソコンの動作も重くなるので、フォロワーは2人までかなぁ、と思ってます。結構な数いますねー。あ、チョコボはフォロワーじゃないです。あれは馬蹄。リディアさんが、痺れを切らしていきましたね。よっしゃ。
よし、もう終わりかな。アイタちゃんはどこ？いたいた。引っかかってたのかな？ひどいことになってますね。お、お宝第一弾。せっかくなのでもらっていきましょう。さすがにお尻が丸見えなので、モンハンの腰装備を着ました。最初っから着ておけばいいのに、って、サービスです。お察しください。調子はどうだ？始末したから、発掘進めて。いいぞ。ならまだ望みはありそうだ。今からもう何人か鉱山労働者を雇ってくる。彼らの仲間が誰一人として生還していないから、なかなか難しいだろうな。だから今回は報酬にちょいと色をつける。そうだな。補充の鉱山労働者を雇うのに、しめて2000ゴールドってところか。普通なら、誰も来ないと思うけどね。ゴールドの鳴る音はいつ聞いてもいい。鉱山労働者集めに数日かかるだろうが、暇ができたら様子を見に立ち寄ってくれ。うん、あとよろしくね。じゃあ待ってる間に、サースタンさんに頼まれた護衛をしてきますか。ちなみに、このチョコボの音楽、編集で入れてるわけではありません。モッドのオプションで入ってるものです。てってけてけてけ、てってってー。解像度変更はいかがでしょうか？再生不良とか出てないですか？そもそも、ニコ動の100メガ制限で、この解像度は無理があるので、ブロックノイズが目立つのは、しょうがないかもです。お見事だろう。この墓は、わからないほど長い間、隠されている。この辺りを調べて見つかったのは、うわぁ、なんて素晴らしいの。リディアさんって、遺跡マニア？さて、ドラゴン語が読めるかどうかは知らないが、これは謎かけに関係するみたいだな。生贄は探し求めるものに近づける。一体どういう意味なんだ？足元に気をつけろ。死体が床の上に散乱しているようだ。次回はここの探索をします。ご視聴ありがとうございました。この炉が謎かけに関係しているかもしれない。